はい、皆さん、こんにちは、ドンチャンです。まあ、自律神経は資産ですよね。今回は第2回ですね。前回、姿勢、運動ですね。そして、食事、睡眠、考え方という風に続きます。今回、2回目の結論は、まあ、1回目に少し続くんですけれども、まあ、筋肉の硬直ですね。皆さん、痛みとか、コリとかないですかね。これがですね、自律神経の大きな原因になっているということですね。まあ、改善策もとてもシンプルです。で、ちょっとまたですね、なぞるんですけれども、僕もですね、この赤文字ですね、自律神経、めまい、耳鳴りとか、えー、動悸まぶしいとかですね、いろいろありました。で 改善行動をコツコツ続けてですね今はですね腕もぐるぐる回りますし痛みもなくなってですねいろいろ自律神経系のたくさん症状出てたんですけれどももうほとんどなくなりましたで辛い症状がですね逆に続いてほっとくとまたそれがストレスになってまたですね悪循環になって他の症状が出てきたりっていうのも自律神経の厄介なところだと思います今回はこの3つだけですね、まあ、簡単にとにかくストレッチするということですあと通勤時にやる運動寝る前にリラックスですねとにかく生活の一部に何か ですね改善行動を簡単に組み込んで習慣化して直していくっていうのが僕は一番おすすめのまあ、現実的なやり方だと思いますでとにかくまあ、これも繰り返しますが現代人はパソコンスマホですよねとにかくこう止まっていることが多くなりました僕も寝る前にですねこうやってスマホで見てまあ、今も少しやってしまうんですけれどもじっとですねまあ、この時間が長くなればなるほど筋肉はですねもちろん使われなくなって弱ってきてさらに伸びきったり一部が硬くなったりっていう方がですねまあ、今このスマホとパソ そこの社会で、多多くくななってるんですよね前加減も多くなりましたでそうするとですね、何が悪いかって言うと、やっぱ血行が悪くなっちゃうんですよね。血液が回らないと、まあ栄養もですね、運ばれなくなったり、えー、そこの筋肉がですね、固まって、えー、痛みになるっていう、それが自律神経にまたバランスを、えー、崩してしまうっていうことをですねで。神経もですね、圧迫されると、まあ交換神経が優位になるので、まあ痛いって感じるだけでこう体が緊張しますよね。その緊張がまた交換神経を優位にして、とにかく悪循環になるのが、 良くないところですよねで、僕もありました肩こり首こり腰痛今をつけてなので毎日ストレッチしてますね自律神経が乱れるこれは僕はサインだと思います意外にですね知られてないのが揉むとか叩くとかですねやりがちなんですけれどもよくマッサージとかありますけれどもあれをやってしまうと、まあ、揉み返しとかよく言いますけれども筋肉逆に硬くなってっちゃうんですよね揉んじゃうとなので伸ばすっていうことが正解だという風うに言われてます揉む叩くは硬くするので、まあ、NG ということ ですねなので、まあ、あストレッチです。まあ、基本は、ストレッチ、痛みが少ない範囲で、えー、まあ、30秒ですね。まずはですね。あと60秒から90秒、少しずつ長くして、筋肉を伸ばすとですね、正常になる。で、骨の形も正常になって、呼吸もですね、楽になったり、えー、そういったあ効果もあると思います。で、どこかの一部の筋肉が硬直するだけでですね、逆の筋、あの、他の筋肉がカバーして、硬、えー、くなってくるっていう場合もありますよね。だから前傾姿勢の場合は、実はですね、もう伸びきっちゃって、後ろのですね、 背中の痛みも伸びきって。 もう痛みも感じないなんていう人もいるみたいですよね筋肉の硬直を和らげる、えー、それにはですね有酸素運動とストレッチですねで例えば通勤時間で,できるものとして結構早歩きっていうのは有効ですよねまあ、夏場はですね結構汗ばんだりですね、えー、結構そこまで無理する必要はないんですけれどもまあ、天気のいい日気候のいい時はですね少し早歩きを意識するとそれだけでも運動効果があると思いますのでこれも有効だと思いますであとはストレッチですねまあ、それはそのままですけれども、えー、前傾姿勢がですね多い人が多いと思うの なで、で、まあ、後ろに反反りり返ったりですね、反るような、まあ、今まで普段生活でででやっているる。る真逆の方にストレッチをすすすそうするとですね、今まで縮まっていた筋肉がまた伸びてですね。で、伸びっぱなしになってた筋肉がまた力がついてですね、こう引っ張る力が出て、体がまっすぐになっていく、正常になっていくっていうのがストレッチの目的だと思うんで、これをですね、まずは肩とか首とか、えー、無理のない範囲で取り入れていくっていうことですね。あとはまあ階段とか自転車とかですね、今まあ自粛自粛でですね、えー え、家に出ること少なくなりました。運動不足になる人が多分結構増えますよね。で、そうするといろんな症状出てくるっていうのももう目に見えて、えー、僕はですね、なんか分かるような気がするんですけれども、まあ何、とにかく運動を取り入れるっていうことですね。で、寝る前にもストレッチ効果的だって言われてます。次の日の疲労回復にま差が出るなんて言われてますので、まあ寝る前のですね、初めはもう3分とか5分から少しずつストレッチをやるっていうことですね。全部一気にやるとやっぱりあの、辛いなとかで続かないので、まあ今日は足をやろうとか、 今日は肩をやろう、首をやろうとか、まあ、パーツパーツに分けて、えー、毎日続ける、短い時間で続けるっていうのであれば、えー、どうでしょうできそうじゃないですかねまあ、こういうのがですね、地味に一見関係ないと思っても自律神経にとにかく関係があるまあ、これいろんな本を読んで僕も知識を得たものですけれどもすごく関係があることですで余裕があればですね、週末、まあ、とにかく軽い運動をするっていうことがもう何よりも健康の、えー、第一ですよね、えー、頭の中もすっきりしますし体もすっきりしますしまあ、親身一体 ですね両方ともですねやっぱり正常に健康を保つにはまあもうウォーキングでももちろんいいですよね軽い運動するまあ逆にですね30分1時間とか、えー、過度な運動しすぎると逆に体に悪くなっちゃうのでもう適度な運動でいいんですよねそうすると気持ちいいですよねで毎日もう歯ブラシと同じように習慣化するっていうのが、まあ、今の時代必要ではないんでしょうかねということで今回は簡単なストレッチとですね有酸素運動そしてリル前寝る前にもですねリラックスしながらストレッチをするっていう、えー、話でした 適度な運動と筋肉を伸ばすことこれはですね自律神経を整えるもうとにかく強い味方だと僕は思いますということで今回は第2回目の運動、まあ、これからですねまたさらに大事な話です、えー、3番目の食事ですねこれもとても大事です自律神経に良い食事、えー、悪い食事っていうのがあります睡眠もですね皆さん取れてない人多いと思うんですけども日本人は特に取れてないっていうデータがあるぐらいですねあとはまあ考えるその思考癖みたいなのもありますよねこういったところを後半進めていきたいと思いますので えー、ぜひ楽ししみにてていいください今ですね、チャンネルはですね、2つありまして、今こちらに健康ジャンルをですね、どんどん移行してリメイクをしてます。えー、なのでですね、このタイミングでもし参考になったという方は、チャンネル、えー、していただけると嬉しいです。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。